ございます。おはよう。パチンコオリジナル必勝法パチスロ必勝本の勝成です。いやー、やってきました。北海道です。本日第1回目のホールさんなんですけども、マルハン苗穂店さんということで、いきますか。いくよ。いきますか。ゴー。早速もう行きましょう。ちょっと待って。え、どこ行くの？あ、駅です。駅？はい。ちょっとつかぬこと聞いていい？え、何ですか？つかぬこと。はいはいはい。フォロワー数何？え、ツイッターの。何ですか？ツイッターのフォロワー数ですか？まあ、500人。500人の人は電車乗っちゃダメです。500人の人は電車乗っちゃダメ。そんなことあります？多分今世の中の人、500人以下の人いっぱい電車乗ってますよ。お金出せない。え、お金出せない？お金出せない。え、隣の駅ですよ、苗穂店。ここ札幌駅から隣の駅ですよ。隣でしょ。はい、歩くよ。歩こう。だからこんな早かったんですね。じゃあちなみに歩いたらどんくらいかかるんですか？わかんない。でも隣の駅だよ。ちょっと調べてみますか。40分かかりますよ。40分。はい、行こう。どうします？抽選が9時20分なんですよ今。8時。いや、余裕で間に合うでしょ。だからもう行こう。行こう。マジですか？マジ行こう。歩いて。マジで行きます。マジ歩くよ。参りました。ちょっと、いや、いやが行こう。行き方わかります？教えて。わかりました。教えて教えて。なんでこのスロットを打つ番組なのになんで歩かなきゃいけないんだろう。いや、もう僕ら底辺だからね。底辺。笑うしかないですね。何も言えないですね。やっぱりもうこれぐらいでかくなります。っていうね、話をしてる前にも、もうやっぱ時間が、急いでいきたいと思います。あ、僕がこういう道案内をすると思わなかったです。普通こう来店とか行ったら、あ、店員さんがいて、店員してくれて、ああ、誰それ？それ誰？誰とかじゃない。誰とかじゃない。誰とかじゃない。そういうのじゃないですよ。今誰です？そういうのじゃない。ディスって。そういえばさ、はい、今日何打つ？今日ですか？うん、そもそも今日何日か知ってます？何月何日か？5月10日。5月10日ですよ。ゴッドしかないですよ、やっぱり抽選か。そうなんですよ、その抽選がなんとか一番の問題で。今日いくらあるの？いや、今日はでも取っといたんで、うん、5万ぐらいあります。マジ財全財産。マジ全財産。今日勝たないとやばいじゃん。勝たないとやばいっす。いや、今日ゴッド打たずして、いつ打つんだっていう話ですからね。ちょっとです。やっとただいまの時刻が9時を過ぎてます。9時過ぎてる？9時過ぎてます。9時2分です。やばいです。ちょっと待って。いや、これ引けなかった時ですよ、本当に。抽選が悪かったらってこと？そうです、そうです、そうです。抽選番号悪かったら。なんかあんの他にしたい？いや、僕が考えてるのはですよ、僕がそう、こっち来てから今日のためにお金は取っておいて、なる、もう基本 A タイプ、ジャグラーをセコ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 こうね。ジャグラーで負けてたでしょ。まあ負けてた。負けたりしたんですけど、セコセコやってる時に、田辺さん、あなたは何ですか、エウレカ7 AO を打って、30分の間に2回もフリーズしてっていうのを僕はね、見てたわけですよ。そうなるとやっぱ僕もちょっと AO 打ちたいなって思っちゃいますよね。第2候補はエブレカ AO。 そうですね、AO ですね、第2候補は。今日実は記念すべき
スロット動画実践初なんですよ。パーンと見せますよ。わあすごいとか。ちょっとすごい並んでません。抽選が何人です。400人弱でそうなんで、なんとか聞きたいと思います。いやおはようございます、よろしくお願いします。あ、にゃんまるー、にゃんまるってやってる場合じゃ、ちょっと選んでくる、にゃんまる大、あと絆が空いてる、どうしよう。凱旋を一応見たい、けど空いてないかも、どうする。あーやばい、あここか、凱旋、空いて、やっぱ空いてないですね。エゴいきます。いやどうしよう、 3台ですよ、3台やってこれいけますか。ちょっとこっちで、セブン A を打っていきたいと思います。まあちょっと凱旋座りたかったんですけど、全然この番号じゃ無理だったんで、まあ絆ドラもね、あの番長とかもちらほら空いてる台はあったんですけど、まあ最初なんでちょっと打ちたい台を打とうということで、早速打っていきたいと思います。このちょっと出目がなんか おかしいんですよね。でサミーさんの台なんで、がっくんする可能性がある。あーしましたね、すごいしたすごいした。あ、がっくん聞くかちょっと分かんないんですけど、最終ゲーム、これ結局2500、今7500残りとかだったんですけど、2500より食らわせてると 50% 以上ある、なのでこれはちょっと厳しいですね。分かった、なんでラッキー、多分薄いとこを引いたんでしょうね。でこれなわけですよ、クォーツアクティベートチャンスに栄養の全てが詰まってます。いきます。これね、第一が右だともうベルをが止まらないと、まずベルの可能性がないから、ベルが止まった瞬間が止まらない。これ斜めでクォーツリプレイが引けずに耐えて、これで終わるっていうね。これあるやろ、ニルバーシュ。あーもう違う、気づけば、ボーナスすら引けずに2枚目が今入りましたと。まあ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 、まだこっからでしょう。ベル、よし、お引いてる、これチャンス目でしょ、フラッシュ、これは、あ、これボーナスじゃない、うまい。そしてスイカと、で今あのここでボーナス引くと ART 確定ですね。でなぜかここで強スイカを引くと、いやーやっと今日初の530ゲームで今日初のボーナスですね、レギュラーボーナス。止まらぬ投資、もうやばい、ただいま2万8000円です。おそらくまだ昼の12時にもなってません。いやでもマジでさすがにね、1回目からこりゃまずい。
そうだ、今日言い忘れてたんですけど、そうだ、今日乗り打ちですもんね。乗り打ちって約束したじゃないですか。おー、強水か。そろそろもう500ゲーム手前ですよ。赤まで行かず、強水か、これで強水か。これはなんだよ、何が起きてるんだよ。バグ、あー、いたったいたった。あー、ということはレギュラーかな。はい、2連続レギュラーボーナスです。これを476ゲーム33,000円。いや、もうこうなったらこれ全部正解するしかない。あと4回3分の2を当てる。あと3回、もう1回中、ダメ。あー、まあ、残念。見せ場という見せ場であったかと言われたら、一つたりともない。さあ、チャンスネビ、まだだよ。お、え、どういうこと。え、ここで引く。これちなみに、あの、普通の中段チェーンの場合5000ちょっと分の1なんですけど、バーゾロイしたらやばい、16000。これね、お、バーゾロイした。ちょっと待って、ちょっと待って、これの2分の1でロングフリーズします。ちょっと待って、ちょ、パニック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 。これ、はいはい、これ確かレバーオンでフリーズするかどうか、これが2分の1なんですよ。いや、ちょっと待って、ちょっと押せない、これは。ちょっと待ってね、俺は北海道に何しに来たか、でっかい男になる。僕は、そうでした、忘れてました。フォロワー数500人の小さい男でした。はい、はい、いや、ただ、エピソードボーナスなんで ART は確定と。いや、ちょっと今の危険か、1/2。今のほど取りたい2分の1なかった。さあ、やっと久しぶりのクォーツアクティベイトチャンス、いこう。とりあえずナビなしを狙いたい。いや、まだ続くでしょ。おい、続く、よかった、さすがにね。いや、ナビか、あーっと引けた。これが10と、これがでかいんですよ、2倍。絶対いる、まだ分からん、クォーツリプレイがある。あー、なんだ、だー、スイカか、続かない。はい、287枚。これだからね、やっぱあの2分の1を引いてるか引いてないか
の大きな差。いやー、はや、こんなにも当たらんかね。いやー、これでまだ昼飯を食う前だというのに、もはや4万円投資です。いやー、非常にちょっと展開はね、まだお昼ですから1時ぐらいなんですけどもう4万円いっているっていうちょっとまずい状況ではあるんですけど、まあね、ちょっと僕あと1万円しかないんですよね。残金、はい、どうする。いや、でもただなんとかしてまだこのままじゃ終わらないですもん。だって我々このマイクだって無線じゃないわけですよ。これ見てくださいよ、これ有線で言ってこれずっとコード繋がってるんですよ。朝入場の時田辺さんなんかいなくなってて、お客さんがここわーみたいになってたじゃないですかちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。凱旋がっていうね、こう中でやってるわけですけど、やっぱでもここでちょっと引き下がれないわけですよ。にゃんまるに聞きに行きましょう。にゃんまる朝あったじゃないですか。あーっこうやってやってたの。あー、ちょっともう一回会いに行きましょう。これどうしたらいいか、僕がちょっと1万円しかないんで金貸してくれみたいな、にゃんまるにちょっと聞いてみようかな結構大したもんだよ金貸してくれて、ちょっと聞いていきます。ちょっと行きますか、じゃあにゃんまる。にゃんまる稼いでるでしょ、あの人形いるだけで。ちょっとやばいやばい、人形じゃないでしょ。人形じゃないです、にゃんまる、にゃんまる、にゃんまるキャラクターですね。ちょっとだけでいいんで貸してくれませんかっていうのを言うのにゃんまるに金貸してって言うの言えないですね。言えないな。はい、にゃんまるあれ、にゃんまる、俺東京のマルハン池袋でもあったよね。あ、あった、やっぱ同じ。本当に本当に、じゃあにゃんまる、にゃんまるかわいい。じゃあにゃんまるに一個ちょっとお願いがあるんだ、どうしてもお願いがある。頼む、にゃんまる、少しだけお金貸してにゃんまるお願い。あ、慰めてくれるの、ありがとう。慰めるならちょっとお金貸してほしいな、にゃんまる。あ、何も言わないね。あ、いやいやいや、にゃんまる、取れる、取れない、やめとこっか。じゃあにゃんまる、ごめんね。あー、かわいい今日は勝つい、俺今めっちゃ負けてるけど、ありがとうにゃんまる、ありがとうにゃんまるヤンマル、ヤンマルすっかいてる、ヤンマル、ヤンマルかわいいな、移動してもらって。あー、かわいい、かわいい。ヤンマル大変だよ、ヤンマル大変だ、ヤンマル。あー、よかったよかった、ヤンマル、バイバイヤンマル、またね。お遊びはここまでです。はい、皆さん見ての通り、やっとです。5月10日、ゴッドの日、やっと本当に打ちたかった台に巡り合いました。ということでですね、まあやっとまあ機台が1台だけ凱旋で空いたので座りました。ただグラフの方がすごいです。あの1020ハマり752、その次325です。で、ただ今511っていう、そういうのはもう関係ない。私ですね、残り1万円です。この番組のタイトル、勝つなりの今日は勝つなり。勝つっていうのは別に収支だけじゃないわけですよ。こう自分に勝つとかね、そういうその時の戦いから勝つみたいな、いろんな意味があるので、負けるわけにはいかないんで、このままやっぱ引き下がれないですよ。ちょっとでも、すみません田辺さん、冷静に考えたらやばいですよ。10枚なくなったら本当に僕やばいっす。引けばいいっすね、この台。昨日5と3回引いてる
結局そのまあパチンコもパチスロも僕は1回転で全てが変わると思ってるんですよ。もうそんなこと言ったら特にこのライなんてそうなわけじゃないですか。ゴッドを引くっていうその瞬間の1回転だから今僕がまあ5万円使っても別にこの後その瞬間の1回転のために先行投資するのもありなわけで、うん、つまり何が言いたいかっていうとその一瞬の1回転のためにお金を貸していただけませんでしょうか。え、本当にいいですか。ありがとうございます。あの本当に今日中にお返しします。皆さんは人にお金を借りてまでパチンコパチスロは何があってもしてはいけません。あ、リップさん、この後ですよ。やっぱリプ4ね。これやっぱもう僕はもうチャンスボタンが出るのをイメージしてる。あー、ダメ。お、え？リプさん一発ツモでございます。いきます。鏡、これね、まあよくあるのは目押しですよね。もう目押しますからね、僕は。3は一番寒い。まあ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 ね、英語がいいんで。ちょっとダメだな、なんか3に5に。ちょっと今流れが悪いんで僕の折り法を使います。いや、皆さん折り法って何ぞやと思うと思うんですけど、まあいわばオカルトです。僕の折り法、今 G ストップじゃないですか。僕すいません、あの正直に言います、 G 行為をするときは必ず左手でやるんですよ。はい、なのでちょっと G ストップをやるときは必ず左手で優しく激しくいきます。すら出ません。ここですよ、本当に。いや頼む。やっぱそうやね。やっぱあの下ネタとか言っちゃダメです。ただちょっとリプさん一発相撲はちょっと驚きですね。1で5%、 6で 20% ですね。まさかの、まあ、僕が座ってからですけど。おっと、ここまで行く。もうだけど982なんですよね。もう奇跡を信じるんだったら天井に行きたいのに。さあ、ただいま999。あー、これはいるね。1000、1回転。はい、あー、1000、2回転。あー、まあちょっと天井には行けなかったですけど、まあちょっとね、よしよしよ、57,000円。あれ、なんで今これ G ストップ煽った？ってことは当たるでしょ。お、当たりですね。514枚。まあここはリプ4と。いや、もうちょっとここが全てですな、本日の。
もう出玉もないですよ、今日は2度目を使います。俺の左手、しちゃってるし、うわー息が詰まった、今のは息が詰まった、ポンポンと押したら北海道頼むよ。じゃあちょっとこの5万7000投手を助けてくれ、 25% 決めるしかない。田辺さんにお金なくなったらお金貸してくださいって言ったらもう嫌だ、僕は16時だから帰りたいって言われました、だから当てます。ああ、まだまだだ、いやー鏡、もう一回鏡、あー S、 おっしゃー、やっと引けた、やっと引けた、やっと引けた、5万7000ですね、投資5万7000円で、まあ、ちょっと50万円ぐらいしかない、田辺さんの借金は1万円、よっしゃ行こう、まずまず1ゲーム目は絶対もうもう一回赤7を揃える、あーダメ、いやーたかだか SGG をやるだけで震えております。あーカットインが来ない、どうせ来ないんならこのまま、あー来ちゃった、あーよっしゃ危ない危ない危ない、まず一つ行こう、もう一回、あーいや全然足らない2個じゃ、頼む、あー押してない、危ない、3つ、まだまだいきます。さあここで 10% を引きます、 10% 引きました、ありがとうございます。まあ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 、ここで本当重要なのはレア役ですよ、レア役早い、まだここは外そう、あ早いな、いやいやまあ贅沢は言ってられない、まあしょうがない、もう一回、まだラスト、はい、まあ4つ上出来じゃないですかね、まあ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  SGG は見れたんで最後はゴッドを引いて締めくくりたい、いやー俺が、あー来ちゃったか、俺の苦手なキナナゴレン、いやーほんと俺が苦手なんですよね、だって冷静に考えたらこの1回高菜がこの次ねベル引くだけで6000円なんですよ、6000円のレバーオン、ありがとうございます、このまま流れでいきます、まだわかんない、右上がり、あー、あー熱い、鏡があるの熱い、鏡来いよ、あー熱い、ここで鏡が来れば確定です、はい確定、うまい、6000円のレバーオンです、いきますよ、6000円レバーオン、あっこれチューリップ否定しろ、あダメか、これでなんだかんだ、4個乗せて6、6までいきますね、
はい、1セット目終了。さあ、ステチェンを否定してほしい。一番下、あー、チャンス。あー、やっとこさ、今日初めてのドル箱。あー、長かった。もう、6時間以上経ってるかな。さあ、チャンスボタン。あれ？だよね、今。ちょっと待って、ちょっと待って、俺今ちゃここのボタン押したら多分反応しなかったんですよ。反応しなかったってことは、でしかもチャンスボタン押したら遅れたんですよ。これつまりこういうことなんですよ。うわー、皆さん覚えていってください。私の名は勝成です。今日はガッタリー。よっしゃ、ありがとうございます。いやー、引いた。引いた、諦めんきてよかった。言ったじゃないですか、パチンコパスローは1回転で全てが変わる。その瞬間のために我々はやってるわけですよ。うわー、よかった。とりあえずあの6までは約束されてたんで11までは行きます。いやー、美しい光景はこれで終わりですね。ありがとう。残り見えてるだけで5個ですね。さあ3000枚、これで、まくりましたね。いやー、残すとこ10ゲーム、結局ゴッド揃いから目に見えて上乗せをすることはできず、ゴッドゴロイもね、ループはないので、何かしらどっかしらでいてくれたら嬉しいなという希望です。さあ、ちょっとここで運命の G ゾーンです。8、あー、右上がり引いちゃってる。転廃しない、転廃しない方がちょっと良かったなー。あー、弱い、あー、やばい、はい。まあ、きっちりきっちり終わっちゃいましたね。はい、ということで、まあ、ループもなかったので、これで、まあ、ちょっとやめたいと思います。ただね、まあ、ゴッド引いてからはちょっとうって感じでしたけど、まあ、あの状況からなんとかまくれることができて、まあ、文句なしだったかなというふうに思います。そしてお金も返せます。はい、ということでありがとうございました。まず凱旋からいきます。まあ、ここも今が、まあ、5000枚近く出ててずっと打ってる方がいらして、こっち側がやっぱ特に強いんですよ。このここも積んでますね。まあ、前代とかではないにしろ、まあ、半分以上は積んでるお客さんが多くてですね、まあ、もちろんハーデスもですね、ハーデスより凱旋の方が強いかなっていう風に見えますね。あと窓2のカードもすごい出てますね。その隣もまさかの僕が打ってたエブレカの隣の台ですね。もう後ろにも積んじゃってますね。あー、番長 A も出てる。
これ偽物語やばいでしょ。だから少数機種も見るからに3台のうち1台とかは結構入れてそうっすね。僕が打ってたエウレカもそうっすけど、もう角がすごい。こっちの友の角といい、あとすごいのがモンハンなんですよね。こっちはあんまりだけど、こっちはもう並びが全部出てる。でまあ別積みも多数ですね。あーちょっと俺に、あー朝一絆だったかもしれないですね。絆がなんか強いじゃないですか、積んでる方が。もう4台並びで、こっちもですね。いやこんな出てるとちょっと、朝積まれたんで行ってみるのありだったな。絆が開いてる、どうしよう。お疲れ様です。いやー良かったですね。なんとか勝ったね。勝ちましたね。まあ、結果の方だけでねちょっと言いますね。まあ、投資が、2679枚、47枚ガシなので2679枚の回収が3531枚ということで、なんとあの状況からですよ、852枚もプラスですよ。もではないですけど、850枚でも大きいですよ。あの中からなんとか生還しました。あー生きて帰ってこられましたね。はい、具合でもなんとかまたちょっと次回頑張っていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。ちょっと待って、はい、1万円返してここで言いますか。1万円貸したっしょ。いやいや、そうですね、もうやっぱちゃんとまた今度ね、今日こう1万円がなかったら僕だってあの最後のゴッドの瞬間もなかったですからね。今日はもう高木さんのおかげでプロにしますけど、今度はプラスになるということですね。はい、では行きますか。行きますか。はい、疲れたね。疲れました。もういい疲れですね、これは。あ、綺麗ですし。では、皆さん、さよなら。